女子ボクシングの世界タイトルマッチ。挑戦者は真道ゴー。名前の由来はまっすぐに自分が信じた道を突き進め。お前そんなんなんなんおかしいんちゃうみたいな言われることもたくさんありました。だけどすいません、ここだけは譲れないんです。自分はそうなんです。何を言われても男性を好きになることはないし。自分の中にある男と女、この戦いは自分を証明するものでした。和歌山市内のジムに響く鋭いミットの音。真道ゴー26歳、スピードを生かした強烈な右ストレートが持ち味です。鍛え上げた腹筋、軽快な身のこなし、一見男性と見まごうばかりですが、本名は橋本恵、女性です。無理やろうけど男子ボクシングのリングに一度でもいいから、負けてもいいから上がってみたいなとか、男子とスパーリングやってる時の方が燃えてるんちゃうっていうぐらい、やっぱり男に対してのライバル心もすごい強いですし。女子プロボクサーでありながら意識するのは男。真道選手は性同一性障害を抱えています。自宅のクローゼットを開けてみると、あ、もうメンズものしかないですね。あ、パンツ全部男もんですよ。へえ、そうなんですか。パン、ブラジャーってしないです。はい。あ、そうなんですか。下着や洋服は全て男性用。一方でどうしても手に入らないもの。これヒゲ。あ、生えてる。それはどうやって返したんですか。これはつけるやつ。自分ヒゲが自分の憧れなんですよ。濃くなるように。そこはめっちゃ努力はしてるんですけど、全然生えてこない。ロマンなんですよ、ヒゲが。外出先で使うのは男子トイレ。ですが、まあ、生理。何ヶ月に1回、3ヶ月に1回ぐらい来るんですけど、男子便所での個室で変えて、そのまま持って行ってトイレットペーパーにくるんで手洗うところとかのゴミ箱に捨てたり、すごい悩んでましたね。そのことは小やんようにならんもんかいな。これまで性同一性障害に悩み続けた人生でした。3人兄弟の末っ子として生まれた真道選手。幼い頃から男の子とばかり遊んでいて、スカート姿の自分に違和感があったといいます。特にお風呂入ってる時も、なんでこの胸はあるんやとか、なんで下はついて生まれてこやんかったんやとか、自分の体を見るたびにもなんでない、なんでないんやって、一人でも悩んでました。思春期に入ると女性としての体の成長は進みます。自分が女だという揺るぎない事実を前に、誰にも悩みを打ち明けられませんでした。好きになるのはいつも女の子。高校生の頃に思いを寄せていたあゆみさん、当時は全く気づかなかったといいます。もうめちゃくちゃ仲良くて、もうずっとべったりくっついてて、もうお前らレズかみたいなこと言われてたけど、もうお互いちゃうしみたいな、仲いいだけやしみたいな、でこっちは思ってて、はい、多分自分は
今思えば好きやったんですよね。多分ラブやったんですよ。てかほんまにそうやったら引くしな、縁切るしなってこう言われて、あ、やっぱり絶対言えやんなって、これ言ったらあかんことないな自分の中で思って、周りにも本人にも話せなかった本当の思い。過去の自分を消すために卒業アルバムを捨てました。卒業してから一度も見ていないという卒業アルバムを進藤選手の同級生に借りました。ほんま似合いなこれ、絶対嫌っすね。やっぱりこの時自分の中で女性のこと好きやけどごまかして、あ、女の格好しやなあかんとかいう風に、自分にとってはすごい辛い時期なんで、あんま思い出したくないっていうのも多分あるんだと思います。髪の毛も長いし、あ、はい、普通に女ですからね。見ていいんですか？ちょっと撮らんといてほしい。今しか知らない自分の頭皮トラにしたら、この自分しか知らないじゃないですか。その人にわざわざ昔の自分を見られて、あ、こいつやっぱ女なんやって思われたくない。だから捨てるんでしょうね。わからんな、この時男っぽいかもしれんけど、映ってないですね。スポーツ推薦で入った大学でも、辛い日々は続きます。女性との交際が原因で、チームメートから無視され、居場所をなくしました。決定的だったのは、思い続けた女性から突きつけられた現実。女性やっぱり女やんって、あなたとっても幸せになれやん、ほんまの幸せが欲しいって言われた時に、なんかすごく胸に刺さって、なんで男として生まれやんかったんやって、もうそれか女性として生まれたんやったら普通に男性を好きになって、その人の言う普通の幸せを自分もつかめたらよかったのに。男として人を幸せにできない、いっそ女になって思いを寄せてくれる男性との交際を考えたこともありました。俺がお前の逃げ場所でもいいんじゃないかっていうふうに言われた時に、もうすごい心が揺れるんですよ。なんでそんなに純粋に自分のことを思えるんやろみたいな、なんかこうね、はい、けどその人の親の気持ちを考えたりしたら、なんですかね、自分はその人をラブじゃないんですよ。自分にとってなんていうの、それはやっぱり逃げなんですよ。確かに楽です、周りから見ても、女として生まれて女として生きて、その人と住まわれて結婚して、すごいそれでもいいっていうぐらい愛してくれる人と生きれたらきっとあれなんやろうけど、けど守りたいと思うのはあなたじゃなくて、申し訳ないけど女の子なんや。男か女か、自分は何者なのか、命を絶つことを考えます。ただいま。かわいい。追い詰められた進藤選手が助けを求めたのは母親の恵美子さんでした。初めて本当の自分を打ち明けます。やっぱり普通の女の子ではないっていうのはもう感じていたのでね、向き合うまでにかなり時間がかかったので、でもう少し早くいろんなことを聞いてあげれたらよかったのかなっていうことで、親としては男とか女の子とかそういうこと関係なく、生きる目標みたいな、生きる喜びみたいな、そういうものを見つけて明るく聞いてくれたら親はそれでいいよっていうような話をしたと思うんですけど、母親と向き合ったことで自分らしく生きようと誓った進藤選手。その時出会ったのがボクシングでした。実力次第で男とも渡り合える世界。
いざ興奮障害したら目の色をパッて変えるんですよ。やばい、女っていう目で見たらやられるっていう、女っていう目で見やんと自分一ボクサーとして見てくれる瞬間。探していた自分の姿がそこにはありました。母親がつけてくれた進藤剛というリングネーム、まっすぐに信じた道を突き進めという思いが込められています。デビューして4年、13戦11勝、うち8戦で KO 勝ち、あっという間に世界ランク3位まで駆け上がりました。その中で4つ年上の鮎香さんと出会い、交際が始まりました。付き合って3年、ボクシングの練習もプライベートな時間もいつも一緒です。自分で大体決まってるの。毎日愛の言葉を言うまで寝かしてもらえる。順風満帆な毎日。しかし、性同一性障害という現実はボクシングでも進藤選手を悩ませ始めます。一番嫌なのは、試合前に女性のボクシングって婦人科に行って妊娠検査の紙もらうためなんですよ。それが苦痛ですね、一番。女性を忘れさせてくれるボクシング、義務付けられた妊娠検査が改めて女であることを自覚させます。一方、男らしさを求め男性ホルモンを投与するとドーピング検査に引っかかり、ボクシングができなくなります。狭間で揺れる心、引退まで考えました。引退してね、そんなボクシングコミッションが認めてくれるかも分からへんし、認めてくれなかったら海外でもどこでも一度は男子とヘッドギアなしでリングで上がりたいなっていう気持ちがあって、そういうところに行ってもう戸籍を変えようかなっていうふうに病院に尋ねました。当時進藤さんを診察した医師はこう話します。手術をしてもしかしたら世界戦ができなくなっちゃうっていうリスクとどっちを取るんやっていう話になって、結局最後の性転換手術までして、で自分の望む性別に戸籍から変えてという患者さんは非常に本当に少ないです。厚生労働省によると性同一性障害の患者は4000人とされていますが、実際は4万人を超えるとも推計されています。しかし性転換手術をし戸籍変更が認められた人は2800人ほど。大半は自分の体に違和感を持ちながらも生まれたままの性別を受け入れています。進藤選手の決断。こんにちは。女性のままの体を受け入れ、女子プロボクサーとして世界一への挑戦を決めました。愛の好きな気前で背中を押したのは一緒に暮らす交際相手の鮎香さんや姉理恵子さんの言葉でした。世界チャンピオンには必ずなってもらいたいんですよ。でもそれが第一なわけじゃないんですよ。自信を持って性同一性障害やから何なんていう感じで生きてってほしいので。女子ってついてることにすごく感じたこともあるけど、それに一番こだわってるのは確かに自分なんかなって、そうじゃなくて今できる環境でとにかく一生懸命頑張ってまずてっぺんまで行こうっていう考え方にスイッチ変えました。最後
世界戦は5月19日。対戦相手はハンガリー出身の19歳。絶対に負けられない。練習を重ね、限界まで自分を追い込みます。体重61キロから 50.8 キロまで10キロ以上の減量生活。過酷な練習による疲労と急激な減量で試合1週間前発熱してしまいました。はい、ゴー。よし。それでも自分が何者なのか、挑戦の先にある答えをただ探し続けました。地元和歌山で開催された世界タイトルマッチ。自分が信じた道に答えが出るのか。挑戦するチャンピオンはハンガリー出身のレナタ・セベレディ選手。19歳の若さで25戦をこなし、経験値は進藤選手をはるかに上回ります。序盤お互い決め手を欠いたまま試合は静かに進みます。さあ、そこですが進藤の方が出ます。右と左よく当たってますよ。そして左、はい、今右だ。かなり打ち合い激しくなってきました。ボディから進藤が打った後チャンピオンも返してきます。この右のボディ、右のボディから、さあそして顔面、ここでゴング、ここでゴングです。第4ラウンドを終了しました。さあ、ボディから顔面を捉えようという進藤のパンチ。しかしチャンピオンの方を返してきます。サスコー、その左が怖い。今度は顔面だ。そして右、ここでゴングです。上下の違う部屋に出せ、出せ、出せ。ラウンド10、ラスト。迎えた最終第10ラウンド。さあ、いけ。おっと、顔面、そしてパー。さあ、チャンピオンも少し疲れてきましたか。さあ、もう10秒切っている。最終ラウンド、さあ打ち合いになるか。さあ、進藤がいく。ここでゴング。判定は新チャンピオン、進藤。性同一性障害と向き合い、信じた道の先に掴んだ栄光。やっぱね、毎日一緒にね、練習見てきたので、おめでとう。はい、本当嬉しいです。一日一日勝利して、もっともっと人間としても成長して、たくさんの人に応援してもらえるような人間になるので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。この日を境に少しずつ日常が変化していくことになります。
試合から2ヶ月後、変わらずボクシングに汗を流す進藤選手。世界戦の後、街でサインを求められることも増えました。ありがとうございます。店置いておきます。あ、すいません、よろしくお願いします。一番の大きな変化は交際相手のあゆかさん。両親の反対もあり、これまでは避けてきた顔を出しての取材を受け入れたのです。私も一緒に頑張ったんで、これからも堂々と出会ってからもう毎日が充実してるんで、もうすごい生きてるっていう感じが。チャンピオンになってさらに深まる二人の絆。しかしやっぱり、二人でおってほんまに幸せになれるのみたいな、こいつとおって、あ、娘は幸せなんやなって、あのこの子と出会ってよかったんやなっていうふうに思ってもらえるように、それはなれたら嬉しいですけど、やっぱり入って誰かに理解してもらえることとか、もう理解してもらえない、反対されて当たり前の人間なんですよ。自分が今できること。進藤選手は少しずつ貯めてきた貯金でジムをオープンすることを決めました。世界チャンピオンになっても不安定な女子プロボクサーの収入、二人の関係を認めてもらうためにも、家族を養えるだけの経済力をつけたいと考えたのです。大変や、コツコツ。本格的なオープンに向け、二人で一緒にビラを配ります。オープンの日、また一つ夢に近づきました。二人の夢、それは結婚式を挙げること。いつか周りの理解が得られると信じて一緒に歩みます。大変な人生は幸せじゃないんかしたら、絶対そうではないと思うんですよ。いろんなことあるかもしれへん、辛いこともあるかもしれへん、もう本当に楽な人生じゃないですけど、だからこそ人生味が出ると思うんだっていう風に考えてやってかな、もう大変なことばっかりなんで、前向きにいかないやってられやっていうのもあるんですけど。これからもしっかり自分らしく、いろいろあっても自分に負けないような自分で折れるようにというふうに、はい、今お願いしました。進藤剛、信じる道をまっすぐに。